アウロルニス主義とは、約1億6千万年前のジュラキオクスフォーディアンに生息した、リュウバンモクに属する恐竜の一種。アウロルニス属の模式種でもある。最も初期の鳥類であると推定する説がある。アウロルニス主義は、2013年に、中華人民共和国領年賞にある、長田サヤ山層の約1億5 3三百万年前から1億6 5五百万年。 前の年代の地層から発掘された化石であり、地元のディーラーが販売しているのを研究者のパスカル、コダフロイトが購入したことによって発見された。研究者が化石を購入して研究することは珍しいことではないが、きちんとした年代を測定できない、危険性をはらんでいるほか、化石が偽造されている可能性もある。まず複雑な骨の構造から偽造の形跡が低いことを確認した。 その上で化石を調べ、新種として記載された。化石の保存状態が良く、羽毛の痕跡が存在することから、羽毛を持つ恐竜として報告された。俗名アーニツは、ラテン語で、夜明けを意味するオーロラと、ギリシャ語で鳥を意味するオーナスの組み合わせ。首相業材は、初期の鳥類の研究で有名な女性に権威を表して付けられている。化石から推定された大きさは、 肘ほどの約50センチメートルの大きさを持つ小さな生物であると考えられている。大きな羽が存在しないため飛ぶことはできなかったと考えられている。パスカル・ゴド・フロアラの研究チームはアウロルニスュイの化石の特徴からアウロルニスュイは鳥類の最初期の姿であると主張した。アウロルニス主義の生息年代は同じく初期の鳥類であると推定されている。 約一千万年ほど古い時代であり、また死疎鳥の生息したヨーロッパとは、地理的にかなり離れているが、互いに近縁であると推定した。ただし、その骨の特徴は死疎鳥より、さらに原始的であった。このことから、アウロルニスシュイは死疎鳥より古い時代に生息した、最も初期の鳥類に位置すると推定した。鳥類の最初期の生物は何か、という話には、説が、 複数存在し、それらに対する異論も多い。ジョホシらの研究チームは2年前にあたる2011年に、ヤオラが同年を発見したシャオティンギアゼンギの特徴を元に、ヒソチョウと禁煙と推定し、同じく禁煙であると推定されているアンキオルニスハックスレイと共に、三種は実際には鳥類の系統から外れ、鳥類と特徴は似ているが鳥類ではない恐竜である。 デーノニコサウルス類系統に近いと主張している。さらに、鳥類の系統は、デーノニコサウルス類ではなくエピデクシプテリクス風に近い系統から進化したと主張している。この主張は、マイケル・リーとト,トレバー・ワーシーによって反論されている。このように主張が対立するのは、羽毛を持つ恐竜化石が、どれも極めて原始的であるのと、解剖学的には極めて類似しているため、 ある種が、鳥類の系統なのか、それともデーノニコサウルス類の系統なのかを厳密に位置づけることが困難であることに由来する。ルイス・チアッペは、アウロルニス種類は、鳥類の祖先に近いものの、ヒ祖鳥と、原成する鳥類の共通祖先により定義される、鳥類には属さない可能性が残されていると、主張している。したがって、アウロルニス種類が最初期の鳥類なのか、それとも、 鳥類とは異なるのかは確定しておらず、他の禁煙種においても同等の立場にあると考えられている。しかし、このように多数の羽毛を持つ恐竜が発見されていること、その時代が約1億6千万年前から約1億5千万年前の間にあることから、鳥類が恐竜から進化したという主張そのものは疑いようのない状態となっており、複数存在する。 それらのどれかが厳正する鳥類に進化したのではないかと考えられている。ありがとうございます。